刀剣殿はその志に従ったのでしょう。マリオ殿、ここは一刻を争います。とにかく超神竜、炎を探さなくて。超神竜殿の姿を見失ってしまいました。超神竜、関西、しっかりしろ。殿は私が探す。お前は一人でも多くの味方を救うのだ。超神竜、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 うわぁ、バリオ殿、超神竜、なんと趙雲殿まで、はい、助けました。もう職には帰れぬものと。超神竜、無事で何より。はい、貴殿は劉備様の所在をご存じないか。超神竜、そなたではありませんが、ここより南方ではご無事だとは思いますが。炎の向こうに。東に回れば南へ渡れるはず。急ぎましょう。超神竜、お手を煩わせました。救援感謝いたします。貴殿の武感服いたしました。超神竜、私のお役に立てるよう頑張ります。これぞ天の助け。超神竜、助太刀叶います。おお、こりゃ風向きが変わったな。気合い入れ直して攻めるぞ。超神竜、持ってやるじゃねえか。超神竜、おお、目を見張るばかりの戦ぶり。相手や局面に応じて戦い方を変えねばならぬ。鈴の本人。
死ぬ。人数を入れてかかってきやがれ。超死ぬ。俺に撃たれた方が楽だぜ。おかしいな。死んじまうのかよ。俺。孔明様、呉の増援が来着したとの方が、いい
ているのは兵法のようです。ようやく鎮火しましたね。イカズチよ、父上の仇、今こそこの手で打ち果たす。イカズチよ、まだ試作段階ですが、敵の士気はくじけるかと。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。信じられん、なんという強さ。イカズチよ、奮い立て。俺と勝負だ。覚悟しろ。イカズチ、私は深追いが過ぎた。それがしが相手を知よう。イカズチよ、イカズチよ。孔明様、観察殿より救援要請です。イカズチ、急ぎ向かいましょう。武名を上げるぞ。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。お見事です。さすがは孔明様。打ち取りました。イカズチよ、覚えておけ。そんな容赦しねえぞ。イカズチよ、探索殿、ご無事ですか。私たちが援護しますので撤退を。イカズチよ、申し訳ありません。イカズチよ、それがしが相手になろう。やわらかい攻撃だ。それがしが。お見事な戦ぶり。長州イカズチよ、感服いたしました。イカズチよ、やりました。我が陣営も規制が上がりましょう。チよ、
守りを固める。確保しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。威力のほどぜひご自身でお試しください。これが新兵器トラ戦車です。戦果は十分。ここは引きましょう。諸葛亮先生、いずれまた再戦を。しっかりと引き際を見極めましたか。周囲龍門は良き光景を得ましたね。私もいずれ得たいものです。工事を託すに至る最地ある若者を。医療に失兵した劉備は大敗を喫した。趙雲諸葛亮らの手に守られ、劉備は白帝城に後退。失意のまま病床に着いた。食帝になっても人間らしい感情を捨てなかった劉備。民の苦しみを救うために命を捧げた男、劉備。情に生きた英雄が今最後の時を迎えようとしていた。すまない、私はそなたが教えてくれた仁の世を築こうと。だが最後に支援にとらわれ、多くの兵を犠牲に。それは全て劉備殿の仁ゆえの過ち。そなたは
最後まで私を支えてくれるのだな。私の後は息子の後か。龍禅が継ぐことになるだろう。だがもし龍禅が暗愚ならば、そなたか職を収めてくれ。何を。最後まで私を信じ支えてくれたそなたこそ仁の者。劉備殿。私が成し得なかった仁の世、そなたも。おお雲長、よく解く。遅くなってすまない。さあ行こう。白帝城に劉備は没した。帝位は息子の劉禅が継ぎ、諸葛亮は丞相となる。諸葛亮はまず呉との関係修復を図り、同盟を復活させた。そして義呉の関係が悪化した隙に後輩の憂いを立たんとする。反乱の気配のあった南中の平定である。諸葛亮は自ら南征し、南中王孟獲を振幅させる。背後の安全が確保された今こそ、三軍を率いて北征すべき時。諸葛亮は不具大天の敵魏の討伐に乗り出す。蜀軍は漢中から北上し、南安、天水、安定の三軍に向かった。先帝劉備と共に目指した仁の世、夢幻に終わらせるわけにはいかない。蜀の将兵、民が一丸となり、義に当たる戦い、北伐。蜀のそして諸葛亮の長く険しい戦いが始まろうとしていた。龍禅様、陛下、これより戦が始まります。先帝より託された仁の世を築くため、我が身の全てをもって当たる所存ですが、力及ばぬ時は。どうしたのだ。全てが終わるような言い方ではないか。我らの戦いはこれから始まる。そうであろう。
全軍はっ。この地を制圧し北伐の足掛かりとします。まずは夏侯坊の先陣を打ちましょう。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。投降したようです。イカズチ、奴は義の重心、追撃しましょう。その必要はありません。今は泳がせておきましょう。イカズチ、やりました。我が陣営の規制が上がりましょう。戦は生き物だ。相手や局面に応じて戦い方を変えねばならぬ。イカズチ、こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。安定の裁量に伝令を送りなさい。諸葛亮は夏侯坊を追って南安に向かったと。なるほど、夏侯坊を餌にするのです。イカズチよ、裁量は必ず城から出てきましょう。イカズチよ、私の知略に勝てんと思いか。イカズチよ、イカズチ、忘れないでほしい。そうすればイカズチですか。やりました。我が陣営も規制が上がりましょう。イカズチよ、イカズチよ、うん、指よく決まりましたな。この地は私が占拠しました。
宛が現れたようですよ。我が隊に向かって進軍中とのこと。いいえ、彼らの狙いは竜禅様でしょう。急ぎ救援に向かわねば。変われば戦い方も変わるよ。義と職の国力の差は歴然。それでも醜くあがくのですか。諸葛亮に勝ち諦めよ。降伏するのだ。イカズチよ、どうしたら私のようにできるのか。私を真似してみよう。イカズチよ、イカズチよ、お見事です。私も頑張らねば。南安を開城させる策があります。捕らえた大量を使者として送るのです。イカズチよ、イカズチよ、イカズチよ。裁量だ。どうか門を開けてくれ。イカズチよ、な、くれか。まさか裏をかかれたのか。引っかかったな。私が本当に降伏すると思ったか。
敵の恨みを晴らしてくれる。全軍突撃せよ。諸葛亮を撃ち取れ。この地は私が占拠しました。イカズチ、加工房イカズチ、馬食の柵を破ったのは誰か、助言をした人がいるのでしょう。イカズチ、天聖に脅威という若者がいるそうです。キリンジと呼ばれるほどの切れ者だとか。今日会ってみたいものですね。どうしてそんなにかっこいいんだか。俺もやる気全開。見てなよ。皆協力して敵に当たれ。日頃の訓練の成果を見せよ。もしもあの時兵たちを見捨てていれば、勝っていたのはあなただったかもしれません。心あるものならそんなことできるものか。どうやらあなたはジンの心を持っているようです。ジン、民への略奪はしてはならぬぞ。勝者は敵であっても受け入れよう。我らは劉玄徳の
陣を受け継ぐ。その誇りを持とうではないか。諸葛亮を率いる蜀軍は南安、天水、安定を落とし祁山を制圧。また天水の麒麟寺と呼ばれる知遊兼備の将脅威も得た。勢いづいた蜀を止めるべく、魏は希代の知将司馬懿に軍を一任。諸葛亮は要衝街亭に馬謖を派遣し司馬懿に備えた。だが司馬懿と馬謖では格が違いすぎた。街亭は魏の手に落ち、諸葛亮は魏を攻略するための足場を失う。蜀軍は一時撤退を余儀なくされた。それでも蜀の将兵は、民は劉備が目指した陣の世を渇望した。以後北伐は長年にわたり繰り返される。蜀と魏双方譲らぬまま時は過ぎた。そして諸葛亮の体は病に侵される。己の命数を見定めた諸葛亮は脅威を連れて最後の北伐に臨む。決戦の地は五丈原、相手はあの司馬懿。劉は最後の力を振り絞って劉備との約束を果たそうとしていた。
要所。要所に向かって進軍を開始します。遅れないようにしてください。ルテン雷鳴山私も舐められたものだな。次こそは我が知略でお前を倒す。敵将討ち取ったり終点大名さん守りを飾れろ。おお、一段と添えておいでですな。私が奴なら食本陣周辺の崖に兵を置く。調子が上がってきたぞ。
伏兵が潜んでいた。長所、すぐに参ります。一旦上昇、ご無事ですか。終点大名山、心配には及びません。一旦引き続き終点大名山、指揮を取ってください。孔明様の体はすでに生まれています。だからこそ脅威だ、あなたに指揮を。私は愚かだ、上昇を頼ってばかりいた。上昇の思い、戦勝をもって答えてみせます。私の体は限界か。だが諸葛亮ももしや。これほどの才とは、私の予測を超えられるのはあなただけです。伝令、敵の援軍が到着した模様です。敵の拠点に兵糧が運び込まれたようです。一冊、これを収集。兵糧を出し一冊、お前の姑息な計略も全て退けた。芝居よ、いつまで陣で臆している。これでもなお打って出るというなら、おじけて震えたままここに散れ。芝居が動き始めました。私は仲間を支援しつつ中央を突破します。正しい判断です。脅威、後のことは任せていいですね。上昇、すべて私にお任せください。金の世は必ず実現させてみせます。一冊真の世を目指した。我一冊、再生を。いつまでも諸葛亮殿なのにじゃ、かっこ悪いって。俺たちで陣の世ってやつ、気づこうよ。どれ、
食を決める一手。撃つとしよう。一冊無限大ベーション一冊強いだな。敵陣からヒアだ。このヒア、闇雲に攻めては被害が広がる。今こそトラセンションを使いましょう。わかりました。まずは周辺の敵を一掃してください。無限大ベーション一冊無限大ベーション一冊。さすがです。私もあなたに習いましょう。一冊敵は排除しました。ゲツエ殿、今です。トラセンション一冊目の覚める一冊に見事無天大名団こうも簡単に踊り出せるとはな。愚か者が相手では策の練りがいもないわ。一冊敵強い。一冊我引かぬ。一冊助けて。一冊オガスカ陣形を維持する。いかなる攻撃を受けても体勢を崩すな。我が前に無様な姿を晒して散るがいい。ちょっときついね。俺一人じゃ手が足りないよ。一冊終点雷鳴団王国敵軍の一部が動き始めました。一冊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 覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。無限大名団一冊一冊。自分はただ与えられた任務を果たす。一冊無天大名団一冊無天大名団次は容赦しねえぞ。敵将討ち取ったり。私たちの強さ、知らしめる時だ。終点雷鳴団さすがです。私もあなたに習いましょう。終点雷鳴団一冊終点雷鳴団一冊敵の勢いを止めねばなるな。終点雷鳴団ちょうどいいものが。終点大名団お前が指揮官とは本気で我らに勝てると思っている。私を倒したとて体勢は変わらぬ。お前たちの敗北は全能だ。終点大名団
町役に勝とうなど片腹痛いわ。一冊者とも耐えよ。ここが正念場だ。終点大ブレーション。どんな失敗よ。一冊の手を煩わせて申し訳ない。一冊終点大ブレーション。一冊賭けの時間だよ。全軍敵本陣で運試しだ。一冊終点雷鳴弾。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。一冊終点雷鳴弾。次の策はすでに打ってあります。苦しいやつだな。でもまあ嫌いじゃないぜ。逃げるのは得意だぜ。自慢にもならないな。敵将撃ち取ったり。一冊脅威様、本陣周辺に敵兵が現れました。このままでは本陣が危険です。一冊一冊守備よく決まりましたな。雷鳴弾一冊。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。一冊ここまで用意されていたのですね。敵も巧妙な。逃がすか。総大将、
戦中とのこと。無限大名弾一冊。無限大名弾一冊。無限大名弾一冊。無限大名弾敵将撃ち取ったり。我戦う、すべて倒す。伝令、味方総大将怪しい。至急救援を願うとのこと。義円殿が押されています。すぐ救援に向かいましょう。無限大名弾一冊。お前はもちろん快適とここで仕留める。終点雷鳴弾敵の援軍が到着した模様です。一冊。終点雷鳴弾おかげで助かりました。一冊。やはり私の終点雷鳴弾脅威手を貸しましょう。一冊。キリンジは存分に発揮するんです。剣魂一滴、ここは攻めるしかあるまい。一冊。全軍最小限の防御を残し敵陣を強襲せよ。キリンジの際天下に示す。芝居の策は全て破った。全軍敵本陣に対し総攻撃をかけよう。諸葛亮の弟子夫人、私の敵ではない。見せろ。今日これまで全て無限大名弾。私の演技に釣られるようではまだまだです。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。さあ共に進みましょうぞ。そして私の策にお力添えくだされ。自らの武におごったか。たった一人で戦を左右できると思うなよ。皆の武勇をまだ策に預けてほしい。さすれば必ず勝てる。一冊。終点大名弾。この地は今日白役が占拠した。さすがです。私もあなたに習いましょう。終点大名弾。私の知力に勝てると思いか。逃がすか。一冊。ことがこのまま負けではない。敵将討ち取ったり。一冊。どんな失敗を。一冊。お手を煩わせて申し訳ない。終点大名弾一冊。終点雷鳴弾一冊。終点雷鳴弾
勝機が見える。光を見せろ。風天雷鳴山。一発。風天雷鳴山。その分まさに真の三国無双。守備よく決まりましたな。私の知略に勝てるとお思いか。私の知略は及ばなかったか。敵将討ち取ったり。観念しろ芝居。天下は神の世を望んでいる。神の世。バカめ、ゴングがのさばる世を誰が望むか。先ほどの借りを返しますよ。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を挙げるぞ。風天雷鳴山。身の程も知らぬ愚か者め。一冊我が野心の礎として歴史の闇にうずもれよう。一冊一冊それが一冊ておくがいい。これよりは諸葛孔明の前にこの姜伯約がいることを。諸軍は五条原で魏軍を打ち破った。龍の後継姜維の治癒が芝居の希望を上回ったのである。だがあの芝居がこの敗北で引き下がるはずはない。それでも澄み切った星空の下で諸葛亮は確信していた。たとえ自分がいなくても諸君は立派に戦い抜くだろうと。澄み切った星空の先に諸葛亮は見ていた。龍、関羽、張飛、そして数多の将と夢見た神の世。この先に長安、そしてその先には魏の都洛陽がある。呉と連携して魏を倒せば神の世は実現します。それまでの道のりはまだ長く険しいものでしょう。長所、それでも私は絶望していません。先帝劉備殿より受け継いだ仁の志、その志は脅威、あ
なた方自体に受け継がれたと分かりましたから。気弱なことをおっしゃらないでください。共に神の世を見ましょう。必ずや神の世を実現することを。